はいどうも、会会管理人です。一週間前に風邪で喉をやってしまって、声が天転流ってしまったんですけど、それもご覧の通り完治しまして、元の透き通った声を取り戻すことができました。今回は喉が治って第一発目ということで、ウォーミングアップ的に軽い動画を一本上げてみたいと思います。韓国とは全然関係ない話なんですけど、実は僕、ここ1ヶ月ぐらいの間に、普段とは違うことが色々起きてたんですよね。今回はその話をしてみたいと思います。それが何かっていうと、ズバリ、最愛の妻がですね、出張で家を空けるっていう経 でですすが何日かあったんですよね具体的には、先月10月の1ヶ月間で、妻は3回出張に出ていて、1回の出張で3日ぐらい家を空けてたわけなんですけど、一般的なサラリーマンであれば、出張に出ることって別に珍しいことではないと思うんですけど、うちの場合は、僕も妻も、普段出張に出るようなことはあまりなくて、年に一度あるかないかぐらいなんですけど、それが月に3回立て続けにあったということで、我が家ではちょっとした異例の事態だったんですよね。 妻がいないということは、これ何が起きるかっていうと、僕子供が二人いるんですけど、一人は小学4年生の娘と、もう一人は保育園の5歳の息子、この二人がいるんですけど、妻がいないということは、この二人の子供を僕が一人で面倒を見なければいけないっていうことなんですよね。子供の面倒もそうですけど、家の家事とか食事とか、そういうことも僕一人でやらなければいけないってことなんですよね。ただ僕の場合は、普段から結構家庭のことをやっていて、世間ではワンオペとか言って一人で家のことをやるのは大変だとか言われてますけど、 僕からしたら子供の世話も、家事も、洗濯とか食事とか、そういうのははっきり言ったら、韓国人の反応を翻訳するぐらいお手の物なわけですよ。だから妻がいなくても、もちろん大変ではありますけど、一人で家を回すということは、そんなに難しいことじゃないんですよね。なので今回も、出張に出る妻には、家のことは心配するなと。子供の面倒は海外管理人の俺に任せて、心置きなく仕事してこいと言って、気持ちよく妻を出張に送り出したわけですよ。 妻はその日の朝、子供が起きる前、大体朝の5時半ぐらいだったと思いますけど、家を出てったんですよね。それから7時になって、朝食の用意をして、子供たちを起こして、ほら起きろと。ママはもう出張に行っちゃったよと言うと、下の子は案の定、ママがいいと泣き出すんですけど、ママそれは想定内だよと。そうなることは分かってたんで、僕的にはとっておきの秘密兵器を用意してたんですよね。今日はパパが保育園に送っていくけど、保育園までの道、肩車で行くからねと。息子は肩車が大好きなんで、これを言えば一発で黙ら

連れてきなと言ってママ不在の初日の朝二人の子供の気分を損ねることなく僕も精神的ストレスを感じることなく乗り越えることができたわけですよそして時間が経つこと午後3時娘が学校から帰ってくるんですけどそれからしばらくして友達が家に遊びに来るんですよね家のインターホンが鳴るよし来たかと今日は楽しんで行ってねとインターホンのカメラを見るとそこにはなんと15人ぐらいの友達がずらっと並んでるわけですよいや確かに友達を連れてきてもいいとは言ったけどこの数はちょっと想定してなかったぞという ということでちょっとと人数多くねえかと娘には苦言を呈したりもしたたんですけどただ今3時だし、遊んでもどうせあと2時間ぐらいで帰るだろうから、多少はうるさいだろうけど、そんな変なことは起きねえだろうということで、友達一個を家に招き入れたわけですよ。そしたら、男の子たちもいたんで、想定はしていたんですけど、予想以上に暴れ散らかして、下の住民から苦情が来るんじゃねえかっていうぐらい騒音を撒き散らしてたんですけど、さらに僕が風呂上がりに楽しみにしてた、ウィルキンソンのレモン味の炭酸水をきれいさっぱり飲み干されて、 若干イラッともしたんですけど、まあまあ子供なんでね、遠慮することも知らない年齢なんで、それはそれでいいんですけど、最後帰る時には、当然散らかしまくった部屋を片付けることもなく、お邪魔しましたと言って帰っていくんですけど、それを聞いた僕は、もう二度と来んじゃねえと、内心思いながらも、また遊びに来てねと、心にもないことを言う大人の余裕を見せて帰したわけなんですけど、帰ったら帰ったで、今度は家に、携帯電話とか水筒とか、その友達たちが忘れていったであろうものが大量にあることが判明して、動画を撮 とったり夕食の支度をしなければいけない中親御さんと LINE で連絡を取りながらその忘れ物を返却していき同時に散らかった部屋を片付ける作業に追われるっていうこれがママ出張の洗礼かと言わんばかりの試練を経験してその日は終わったんですけどでも後から思えばこの日のことはその後2回ある妻の出張中に起きたことと比べれば全然へでもないことだったんですけどね10月中旬妻2回目の出張出張に出る前日妻は娘に対して友達が大勢来てとっらかしていった前回のことも あるんで、こういう時は友達呼んじゃダメだよと、釘を刺してたんですよね。僕は全然いいけどねと言いつつも、もっと念を押しとけと、そんな緩い言い方だとまた大量に友達を連れてくるぞと、妻の生半可な注意に若干の不安を感じていたんですけど、娘も分かったと言って了承してたんですよね。なので今回は大丈夫だと、友達が来なければ普段通りの生活をして、妻不在の3日間があっという間に過ぎるだろうと、信じてたんですけど、妻が出張に出た日の初日の朝ですよね。まず娘を起こして、朝食を食べさせて学校に送り出し、 ここまでは何の問題もなく、ことを運んでったんですけど、そして次に息子を起こして朝食を食べさせようと食事が置いてあるテーブルに息子を連れて行ったんですよね。息子は寝ぼけた感じでふらふらしながらテーブルの前に歩いて行ったんですけど、その瞬間ふとした瞬間ですよ。いきなりつまずいて転倒して悪いことにテーブルの角に顔面を強打してしまったんですよね。それで大泣きしてお大丈夫かと。息子の元に駆け寄ってぶつけた箇所を見てみると、なんとまぶたの上がばっくり割れて出血してたんですよ。おいおい大変だぞ。これは。 ということですぐに着替えて病院に連れて行き幸い縫わなくてもいいぐらいの傷でテープで傷口を塞いで保育園にも登園していいということで大したことはなかったんですけどやっぱり起きたかと友達もシャットアウトして何もないと思ったのにママがいない俺一人の今日に限ってこういうことが起きるのかと若干呪いみたいなものを感じましたよねこうなると3回目の出張とか恐怖でしかなくなるんですよね今度は何が起きんのと一人で家のことをやるのは全然いいんですけど普段起きないようなことが2 2分の2で起きてる から3分の3もあるんじゃねっていうことで10月下旬妻が3回目の出張に行くときは家のことは気にするなと自信満々に言っていたあの勇ましい男の姿はそこにはなく不安に包まれた男が半ば半泣き状態で妻を出張に送り出すことになったわけなんですけどその日の朝は何も起きず娘は小学校に行き息子は保育園に行ってあれ大丈夫だなと不安ではありつつもさすがに3回連続何か起きることはねえかと神も非常ではねえなと自分に言い聞かせながらその日1日を過ごす んですけど、夕方になり息子を保育園に迎えに行き家に連れて帰ってきたわけですよそして息子に言うんですよねパパはまだ仕事が残ってるからここでリビングで YouTube でも見ててと言って僕は残った仕事を自分の部屋で処理することにしたんですよねそしてここで事件が起きるわけですよ3分の3はさすがにねえぞと意気揚々とパソコンに向かった瞬間突然えー、んっていう鳴き声がリビングから聞こえてきたんですよね何が起きたとその瞬間数秒の間でいろいろ考えたんですけどいや待てとリビングで YouTube を見ててと 言ったよね。それでなぜなく。またずっこけてどっかに頭をぶつけたかといや。何も音はしてないと。どっかにぶつけたならバタンとか音は聞こえてくるはずだけど、そういう音もしていない。じゃあ、おもちゃに指が挟まって痛くて泣いているのか。いや。おもちゃでは遊んでなかった。手には何も持ってなかったし、ソファーに座ってテレビを見てたはずだから、それはないと。じゃあ食べ物を食べた時に舌を噛んでしまったのか。いや何も食べてなかった。じゃあ一体何があったんだと。急いでリビングに行ってみると、息子が呆然と立ち尽くして泣いてるわけですよ。僕は息子の元に駆け寄って何があったんだと？ どうしたと息子に尋ねたところをチンチンが痛いと言い出すわけですよ。はい ちんちんどういうこといや、ちんちんが痛いと。え、どういうことだと。それで急いでパンツを下ろしてみたところ、パンツが血で滲んでるわけですよ。え、どういうことだとなんで血が出てんだと。それで血の滲んでた部分に該当する箇所。ちんちんですよね。その部分を見てみると、なんと切れてたんですよ。何かでひっかいたような傷がついていて、そこから出血してたんですよね。何これと。何やったのと。息子に聞くと、何もしてない。痛いと言って泣くわけですよ。確かに傷を見る限り、皮がめくれたような傷で、これはヒリヒリするだろうなっていうような傷だった ですけど、でもこれだけの傷がついてるなら何もしてないってことはないでしょと？と何か引っかいたんじゃないの？って聞くんですけど、何もしてないっていうわけですよ。いつからこの傷あったのと聞くんですけど、それもわかんないと保育園にいる時からずっと痛かったのと聞いてもわかんないっていうわけですよ。わかんないって言われたらこっちだって。わかんないわけで、それでも痛い痛いって言って泣きわめくわけですよ。しょうがないからこれ絆創膏を貼るしかないと思って。それで絆創膏貼ろうとするんですけど、子供だからちんちんもそんなに大きくないし、絆創膏を貼れるだけのスペースが。ない ですよね、普通に貼ったら先っちょまで絆創膏で覆われて、おしっこが出なくなっちゃうから、だから絆創膏を半分に切って、細くして、それで貼ろうとするんですけど、悪いことにちょうどうちにあった絆創膏って、剥がれにくいタイプのやつで、めちゃくちゃフレキシブルな素材でできてたんですよね。だから貼ろうとするとすぐにぐちゃぐちゃになってうまく貼れないわけですよ。こっちもちんちんに絆創膏なんて貼ったことないから容量がわかんないわけですよ。息子は泣きわめくし、絆創膏はぐちゃぐちゃになっちゃうし、若干テンパってたんですけど、 そうこうしてたら今度は娘が帰ってきて、パパなんか熱っぽいと言ってきて、実はこの数日前、息子が風邪をひいてて、どうやらそれが娘にも映ったらしくて、体温を測ったところ、37度5分と、そんなに高くはなかったんですけど、発熱してたわけですよ。ちなみにこの風邪が、後に僕にも映ることになるんですけどね。息子はチンチンを負傷して、娘は発熱。一気に僕の精神状態はドタバタですよ。またかと。今回は何も起きないと思ってたのに、またママがいない。俺一人の時にこういうことが起きてしまったと。 愕然としながら、とりあえず息子には明日朝一番で病院に行こうと言って、娘には明日の朝、もう一回体温を測ってみて、それで学校を休むかどうか判断しようと言って、その場を収めたんですけど、息子は病院に行ったらチンチンを切るのと聞いてきて、いや、切るわけねえだろうと言ったんですけど、チンチン切りたくないと言って泣いて、ちょっと大変だったりもしたんですけど、それで翌朝、娘の体温を測ったところ、熱は下がってて、それで学校には行けたんですけど、息子については朝一番で皮膚科に行って、傷口を見せたところ、あ何か たでしょうねっていうことで、塗り薬と絆創膏を貼って、処置は終わって大したことはなかったんですけど、問題はこっからなんですよね。病院に行った後に、保育園にも登園していいってことだったんで、保育園に連れて行ったんですけど、会う先生みんなに事情を聞かれるわけですよ。どうしたんですかと、いやちょっと皮膚の方が切れてしまって、それで皮膚科に行ってきたんですけどと、ごまかしながら言うんですけど、皮膚ってどこですかみたいな、え、それ聞くのと、濁してんだから悟ってくれよと思いながら、いやちょっとチンチンの方かと言うと、ああみたいな申し訳ないこ と聞いちゃったみたいな顔されて息子はその横で股間を押さえながら恥ずかしそうにもじもじしててそれが一人ならいいんですけど4,5人の先生に聞かれてその都度いやちょっとチンチンの方がと言って恥ずかしい思いをしながら息子を保育園に預けてきたっていうねそんなことがあったわけですよその後傷は2日ぐらいで治って何ともなくなったんですけど僕の方はというとさっきも言ったように娘の風邪をそのままもらってしまって喉をやられてそれで天竜源一郎の声みたいになって前回の動画に至るっていう流れなんです けど要するに何が言いたいかっていうと、起きて欲しくないことは、起きて欲しくない時に起きるものであり、人生常に最悪を想定して行動すべきであると、今回の経験を通じて、改めて実感したっていう話ですね。めちゃくちゃどうでもいい話でしたけど、復帰第一発目ということで、なぜ僕が風邪をひいたのかっていう経緯も含めて、お話しさせていただきました。次回は博士も復帰して、いつも通り韓国の話をしますので、また見に来てください。それではまた、チャンネル登録と Twitter のフォローもよろしくお願いします。